もしこんにちは。セミの声がすごいですね。梅雨明けはセミが知らせてくれます。8月に入って非常に暑さが厳しいですが、こんな中でもコロナウイルスの影響によってマスクで生活をしなければなりません。皆様どうぞ熱中症には十分お気をつけください。それでは今月の言葉を発表いたします。今月は大村益弘先生の言葉、常識を発達させよ、見聞を広くしなければならぬ、小さな考えでは世に立てぬ。はい、この言葉、さまざまな常識が変化する、生活様式、人と人との関わり方が変化している今、常識を見直してみる、新しい常識というのを考えてみる一つの良い機会ではないかと思い、この言葉を選ばせていただきました。何か大きなことを成し遂げる人というのは、よく人からあの人変わっているよね、そんな風に見られることが多いと思います。そういった方は常識にはとらわれず、常識を発達させて人が驚くようなことを成し遂げる、そうすることで、成功を成し遂げている、そういう風に思われます。これまでの常識、昔の常識とこれからの常識、今の常識というのは少しずつ変化していると思います。昔はこういうのが当たり前だったんだけど、今の子はちょっと違うよね、そういう考え方をする方もいますが、その時代、時勢によって必要とされる能力も考え方も変わってくると思います。古きを重んじるのも大切ですが、新しいことも取り入れる、過去のことを発展させて新しい常識を作っていく、これからの世の中どんどん変化していくと思います。柔軟にいろいろなことを受け入れながら、でも昔から大切とされていることも重んじながら生活していきたいですよね。今月も飾っておきます。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気に入ってくださった方はこちらでチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また高評価していただければ嬉しいです。関連動画もこちらにございますので、よろしければご覧ください。またお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。